お返します。バンダイズマスカイライン路面凍結のため通行止め。よし、行きます。おう、緊張するな、やっぱり。雪は滑る。はい、登山口。よっと。だいたい足元はこんな感じですね。だいたいところどころ膝下まで埋まります。つぼ足で来てます。気分は最高ですね。パウダースノーが最高は最高なんですけど、だいたい膝下平気で踏み抜きますからね。これこっち霜降りコースね。帰りはこっちから来れるといいなと思ってます。いつも思うんですけど、西の河原から先って気温が一気に下がるんですよ。で、雪質もさっきまでだったらなんてことないパウダースノーだったんですけど、今はもうかなり抵抗が。熊の足音です。でかいな。あっちに行ってますけどね。稜線がとても綺麗に見える。今登ってたら最高だろうね。あと1時間か。1時43分京王吾妻山荘入り口。いやー、雪は重くなってきた。膝当たり前ですね今。ふう、冬がやってきたんだな。ああ、空が真っ青だ。最高だ。家型避難小屋はここを右行きます。よっと。大根もシャレが分かる人はこういうのやんだね。こういう人好きですよね。朝日だな。朝日。蔵王。そして一切今日のあっちで今から行く家がたつ地ですね。ここは風が強いから吹き飛ばされるんだよね、雪が。よし。魔女の人に来ました。最高だ。魔女の人に来ました。これから家形山1面登って凍って一体鏡山行きます。ザオだ。普段ならなんてことないそこが、つぼ足で膝まであるとつらい。家形山山頂。
際鏡山へ向かいます。間近で見るとそうですね、風のある方向に氷が寄ってて流氷みたいになってます。静かだ。岩稜帯に出ました。思ったより雪が深くて進むのに結構苦労しました。誰もなし。見えますかね、あれ釜沼です。凍ってんな釜沼は。でもまあ脇は歩ける程度に木道は出てるようですね。釜沼拝んできます。釜沼到着。凍ってますね。かなり活発になってますね。よし、これからあちらのビジターセンターの前を通って吾妻小富士一周してきます。誰もいない、一人っきりだと思ってたら、なんと今あそこのベンチに二人いますね。当然車なんかあるわけもなく、どこから来たんだろうあの人たち。吾妻小富士登ってきます。先ほどの方は山形から来られた方で、今日は山形の天気があんまり良くないらしいので、こっちに来られたということで、ブルーコースで吾妻小富士山頂はですね、一番高いところ、あそこだったかな、一周30分ぐらいだったような気がします。あそこのこのね、コーナーのね、あの辺りがすごく好きですね。綺麗だ。
国寺の山頂到着。これが一応山頂の岩です。なんとなくどうか国寺の山頂、いやーいやーいいね。これが山頂、これがお箸、ここが浄土平のトイレです。で、今からですね下振山へ移動します。というか道路出てしまいました。アメリカの海にあるかのような光景ですね。硫黄はだいたい風向きがこっちに来るんだよね。霜降りを目指して歩いてます。それな、霜降り目指してます。あと3分ぐらいかな。別れを告げ、誰も来てないね。いやいや、膝まで埋まる中帰れるかな。あれがさっきまでいた霜降りです。まあ雪はなくても霜が降ってるように見えるから霜降りなんですね。いいね、奥の吾妻小富士といい感じですね。よし、ラクダへの分岐、こっちあと1時間歩けば、サイの河原ですね。はい、もうちょいで中天狗かな。はい、中天狗。はあ、よいしょ。ふう。
いいね、最高だね。です。あれ、京王東山荘ですね。家形山避難小屋は窪地にあるのであんな風に見えません。だいぶ雪が溶けたんでしょうね。なるほど、やはり昨日の雪はかなり降ったんですけど、今日日中かなり暖かかったのでだいぶ溶けてますね。これいっぺんなくなっちゃうでしょうね。あ、もったいないな。遠くなる東連峰の山々。今日もありがとうございました。また来ます。ようやく私まで来ました。ここまで来ちゃうとね、あと登り返して西の河原ですね。で、登り返しのあるポイントまで来ました。なんかようやく合流地点に近づいてきたような気がする。いやいや、雪が重い重い。来たこれ。おっしゃー、戻ってきたで、西の河原。よし、今これ足跡見てるんですけど、俺一人のしかないね。結局今日はもう一人で終始ぐるっと一周。よし、よーくもまあソロでつぼ足で来るよねここ、はあ、多少雪が今も溶けたとはいえ、砂防ダムと昔の鉱山の跡、ここまで来るとようやく土が見えましたね。いやいや、なかなか思ったより厳しくて。戻ってきやした。はいはい、やっと。今日もありがとうございました。楽しかったです。思ったより疲れたな。